2021年3月10日、防寒ネットを取り外しました。フィンガーライムは、全部の枝が枯れていました。全体を見回すと、このフィンガーライムは、実をつけたまま枯れていました。3月23日、枯れた小枝を剪定し、数本の太い枝と幹だけにしました。太い枝は、まだ、枯れていないように見えました。5月3日、台木の殻立ちの部分から新芽が出てきました。台木の殻立ちは枯れていないようです。5月11日、殻立ちとの継ぎ木部分のフィンガーライムから新芽が出てきました。台木の部分は枯れていないようです。5月19日、殻立ちの新芽とフィンガーライムの新芽が勢いよく成長してきました。5月23日、3月23日の剪定で残した太い枝から新芽が出てこないので、大きなハサミで太い枝を切り取りました。不要な枝を切り取ったので、殻立ちとフィンガーライムの新芽だけになりました。フィンガーライムの新芽はまっすぐ伸びたものでは30センチ以上になっています。養分がフィンガーライムの新芽に行くように、殻立ちの新芽は手でかき取りました。フィンガーライムの新芽は横に伸びるもの、上にまっすぐ伸びるものがあります。それぞれの新芽の長さは30センチ以上になっています。新芽がたくさん出てきているので、これからの成長が楽しみです。5月の初めに出てきた新芽は、その後、旺盛に伸び続けました。たくさんの枝が出てきて、とても3月に全部の枝が枯れていたとは思えません。高さは、約1メートルとなりました。5ヶ月でこんなに成長するとは思いませんでした。